ね、みんなで一つになって作った作品があります。それをピアピ先生、ピアピ先生、そんなアンドロイドさんで撮っておらずに私の正面向きなさい。ピアピ先生、やっぱね、先生ミニを潜めて聞いてください。写真地に集まってくれてはった皆さん、これが先ほどのラジカセですよ。覚えてますか？入ってない、入ってない。皆さんでよかった。ここにあるんですね。泣いてたのかな。ぬか喜びちゃうやつ。ぬかじゃないですよ。あの時は事実やったですから。では写真地にあの時いてくれなかった皆さん、あの時の活性をもう一度。参加してる人は入ってる。千秋先生、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ですね、この時事実30人ぐらいの方々がたまたまなんですがいてくれてはってですね、これ本当に呼びかけさせてもらったんですよ。本当の初対面の方々ばかりで、あの大きな声でですね、師匠が誕生日やったんです昨日って言って、で善意でおめでとうって言ってくれはる方がいてはったら前に座ってくださいって言って、あの石段があるんですね、御堂筋沿いに、うん、私たちのそこにドワーッと並んでくれはって、うん、女の方も男の方もんで、あの後ろの2列 にもなってやってくれはって、あの私がすぐ曲作るからなって言ってその場で、うん、あの即興ソングをね、うん、作っていったんですよ。そんなら即興ちゃうかなって言われながら、ほんまやなって言いながら、ぶっちゃ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 っていうところで、あの詩書いて歌ってたら、あのその30人の皆さんが、あ、ホドルさんほんまに歌作れるわって初めて信じてくれて、
そんなにすごいですねっていう、私を褒めてくれはる温度がドワーッてきとって、もうすでに私もノリノリなんですよ。ピークアップピークなんです。もうカッとかつけたりして、もうリハーサルでちょっと手拍子が鳴り響くっていうような、いいことが起きてですね。そんで歌っていって、ここにマイクがあるからねって言ってなじらせる。で、口元に持っていくからみんなその時のおめでとうと言ってってねって言って。ほな、一人の女の人なんて、なんとかさん早く来てください、アホドルさんの録音が始まりますって言って、もう、携帯をここにつけておめでとうっていう勢いで、会いたかったんですって駆けつけてくれはるお兄さんが、そういう勢いで、私が15メートルぐらいかな、移動筋。ございました。大成功ですね。ありがとうございます。ゴロティーチャー。先生。3歳の時に歌ってた、3歳か2歳かに歌ってた、あのふるさとの波のカセットテープと一緒に保管しとくわ。りょうたくんというのは先生のお宝なんですが、そんなお宝物と一緒に嬉しいものですね。こうやって褒めてくれはるとどうなっていくかなるね。褒めてないよ。お祝いがカセットテープなっていうアイディアが、もういっぱいアイディア出てきます。そう、お客さんのね、そうそうそう、皆さんのね、協力してもらったね。そうそう、本当にね、もうありがたいね。うん、ありがとうございます。ある方がですね、こんだけの人数をまとめれるのは、ホドルさんがほんまにすごいっていう。うわサランテがやってるからってね、言ってくれはる方たちも、ビドンスリーボーイで続々現れてくれたんで、もうこういう風に、
まとめられるようになった自分っていうのもピアピ先生と柴田先生が私を日々鍛えてくれはったからやなと思って本当にありがとうございます。これこのまま YouTube にアップさせてもらいますんでね。あ、はい、はい、いいですよ、いいことだらけじゃないですか。ありがとうございます。はい、ということでですね、